カーンは風変わりな人物だったが、時代に適応していた。闇と光を行き来し、瓦礫の中に埋もれた答えを探し続ける、そんな男だった。行こう。感じているようだな。稀有な才能だ。生かすといい。今動いてはいけない。動くな。我々はあれをアノマリーと呼んでいる。新世界の新たな現象だ。じっとして、干渉する必要はない。あれが慣れの果てだ。身をもって知っただろう。
レールカーに乗ろう。この先トンネルに危険はない。楽に到着できる。崇高な任務がある。